夢があって、最近できた夢なんですけど、興味あったら聞いてほしいなって思って、興味なかったらここで再生を止めても全然いい話なんですけど、昔僕劇団の主催をしてたことがあって、6年ぐらい劇団をやってたんですね。でその延長で今サイレント映画を撮ったりだとかっていう、ずっと演劇活動をやってるんですけど、将来的にまた劇団を作りたいなって思ってるんです。でどういう劇団を作るのかというと、アウトサイダーっていう格闘技の大会があって、その大会っていうのはプロレスラーの前田明さんが主催してる大会なんですけど、要はプロの格闘家ばっかり集めるんじゃなくて、町の喧嘩自慢とかそういう暴れたい不良たちを集めてリングの上で戦わせるっていうのが最初のコンセプトやったんですよ、アウトサイダーって。で結構不良の構成の場になってたりだとか、そこから大きくなった人らもいて、朝倉兄弟とか有名ですよね、朝倉未来選手、朝倉海選手とか有名ですよね。もともとちょっと社会ではみ出ていたような人らの構成の場になるような大会やったりしたんですけど、なんかそういうことやりたくて、格闘技じゃないですけど、僕が将来何十年後になるか分かんないんですけど、絶対に普通の社会で生きれない、生きづらいさを感じてる人とか、うまいこと馴染めない人らってどの時代どの世代でも絶対にいると思うんですよ。僕自身がそうやったんで、なんかだからそういう不良とか、不良じゃなくても引きこもりでなかなか社会に馴染めない人たちだったりだとか、その将来どうしていいかわからない、目的もなく生きてるんだっていうような若者たちのなんか助けの場になればいいかなと思って、でやるからにはスターを生み出したいんですよね、その中から。商業的にしっかり成功できる劇団にしたくて、前やってた劇団っていうのは本当に趣味の延長というか、あまりそういうことを考えずに好きなことをやってた感じなんで、だから今度は僕自身がもっとお金を貯めて世間的にも、ね、認められるような人間になって、でその上、その土台をしっかり作り上げた上で、そういう劇団を作りたいなってちょっと考えてます。何年先になるかは分かんないですし、僕が生きてるうちに実現できないかもしれないですし、っていうちょっと最近考えてる夢というか、今後僕も作品を作りながら生きていこうとは思うんですけど、生きる目標が欲しかったんですよね。なんか何のためにそういういろんな仕事をしてお金を貯めてっていう、なんか理由付けみたいなのがすごく欲しくて、いろいろ考えて、いろんな人に相談して、でいろんな人のお話を聞かせてもらった上で、それいいなって思って、アウトサイダーみたいな劇団を作れたらいいなと思っています。